はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは。いや、いらっしゃいませ。龍です。さあ本日なんですが、真相解禁ということで、寿司デッキ握ってきたんでご紹介していきたいというふうに思っております。ついに来ましたね、赤シャリの軍艦。これも史上稀に見る効果を持っていまして、このモンスターね、どういう効果を持っているかというと、このカードのカード名が手札デッキフィールド墓地に存在する限りシャリの軍艦として扱うという、デッキに存在していてもそのシャリの軍艦として扱うっていうね、あまりにもその独特な効果をしてるんですよ。これ今までは寿司デッキってこのシャリの軍艦がこれ足りなくなってたんですね。そのシャリが不足して米騒動になってたんですよ、今までは。これがですね、赤シャリの軍艦っていうカードが実装されたことによって、これ何が起きるかというと、シャリが不足しなくなりました。つまりですね、ネタ切れを起こしません。これエクシーズ召喚を結構連発していくね、テーマとなっているんですが、これ赤シャリの軍艦が来たことによってかなりね強力になりました、展開が。でこれどういう効果を持ってるかというと、このカードそもそもシャリの軍艦として扱うという効果と、さらに手札の他のシャリの軍艦一体、これ自分以外のそのなんか同じカードでもいいですし、このこっちのシャリの軍艦でもいいんだけど、これを見せつけると、手札からこいつを特殊召喚して、でその後シャリの軍艦以外の軍艦モンスターをデッキから特殊召喚しながら、そのモンスターとこいつを素材にして、カード名が記されているエクシーズモンスターをエクシーズ召喚扱いとして出せると。だからレベル合ってなくても軍艦だったら出せるんですよ。例えばこの今回のウニとかね、はい、白魚とか、こういうモンスターが出せるようになってます。はい、この赤シャリの軍艦の効果によって、これがね来たことによってね、まず展開力がかなり上がったのと、あとやっぱシャリ不足が起こんなくなったから、結構その要はイクラとか白魚とかっていうのは、これ今遊戯王の話してますよ、遊戯王の話してます。イクラとか白魚とか言ってますけど、イクラとか白魚の効果はこれシャリの軍艦がないとね発動できない効果なんですよ、基本的には。これが今回6枚ありますんで、さすがにね回るようになりました、一気にデッキが、皿も回るしデッキも回るっていうね、そういう感じのデッキになりました。で今回もしっかりとですね勇者ギミック入っておりまして、勇者はかなり相性がいいんですよね。寿司って結構通常召喚したモンスターの効果あんま発動 しなくてもよくて、赤シャリとかを特殊召喚した効果だし、これでも特殊召喚できるんでね。なので勇者とはかなり相性がいいっていうので、ランクのお友達と戦うにはこのぐらいはあった方がいいかなっていう感じなのと、あとエクサレッキですね。はい、ランク4がかなり並びやすいので、未来竜王ホープっていう、なんだろうな、ボディーガードと、あと大将、寿司屋の大将アーゼウスさん、これはあった方がいいですね。あとは結構なんでもいいんだけど、一応今回はウニの軍艦からのランク5っていうのができるんで、ネフィルアサイラムヘッドナイトが入ってまして、ネフィルからのねマスカレードマジシャンアンブラルとシャイニングのコンボが入ってるんですけど、ここはもうほんと自由なんで、お好きなやつを入れてください。ネフィルアサイラムヘッドナイトと、ネフィルアサイラムカオスナイトからカオスエクシーズが出せますんで、オーバーハンドナンバーズの。なので、ここはもうお好きなやつを入れてください。僕は先行が強くなるかなと思ったんで、あと好きなんで、アンブラローが入ってますけど、これは別に何でもいいです、これ。普通にナンバーズ101から107ぐらいだったら何でもいいです。はい、で、展開はですね、見ていただいたら分かるかなと思うんですが、とにかく軍艦がいっぱい手札にあったらいいです。はい、そうするとなんかやばいことが起き出して、なんか軍艦がめっちゃ並び出しますんで、想像のね、500万倍ぐらい強いかな。はい、想像、皆さんが想像してる500万倍ぐらい強い、このデッキ。と思ってますね。ネタデッキだけど、ネタデッキとは言えない強さをしているこのデッキ、回していきましょう、早速ね。デュエル。スタンバイ。いらっしゃいませ。どうも皆さん、ついに来ちゃいました、赤シャリの軍艦来てるね、都合よく初手に。一旦アラムシャの木から入るか。これ赤シャリくんマジ強くて復興レムーブできるんですよね。ちなみにこのデッキゴキブリがめっちゃ重いですめちゃくちゃ特殊召喚するからゴキブリ結構重いです。はい、なんでちょっと保健所に依頼するしかない、ゴキブリの駆除は。で、シャリの軍艦ってなってるの面白いな。で、苦渋の決断の効果、シャリの軍艦を墓地に送りながら、赤シャリの軍艦を手札に加えていく。
そして、赤シャリの軍艦、過去シャリの軍艦の効果を発動。今回シャリ6個あるからね。あー、米騒動を回避したんだよね。シャリの軍艦見せるじゃん。シャリの軍艦見せて自身特殊召喚するわけですよ。で、こっからデッキからなんか寝たらせるんですよ、これ。これ、デッキというか、まあ、冷凍庫からシャリ出せるのこれ強すぎない？今ね、一番旬なのシラウオなんだよね。シラウオが最も旬だから。行こう。あ、ちなみにこれちゃんと2ミリケアできるんですよ、これ。一応4回目で小判で。はい。で、効果発動するでしょ。シラウオ型特務艦の効果を発動して、チェーン1。で、チェーン2で旅路。めちゃくちゃおもろいよな、これ。これなんかデッキからさ、ネタらしてきて特殊召喚するのこれ強すぎでしょ、俺。これ許されていいのか。カードを装備しない。で、1枚、デッキに加えながら、白岡特務までカード1枚ドローしながらサーチ。やってることおかしいよな、これ。バカ強いんだけど、手札増えてるが。手札増えているが。強すぎるだろ、これ。これなんか、軍艦じゃなきゃ許されないだろ、この効果。で、ドラコバックを持ち送って、で、ドラコバックの効果を発動。で、勇者トークンに装備していく。これでさ、ドラコバック着地した後にまだ手札5枚あるんだぜ。これ強すぎない。これで強すぎだわ。環境だわ、環境。環境トップ。普通にこれ未来、未来竜王とかいうね、ボディーガード出ますわ、店の。店のボディーガード出るわ。で、白い魚があったところが使わずにな。で、これでですね、まずいくら出しましょうと。さらにまたワンドロー入りますからね。うん、またワンドロー入んの草。で、イクラ型1番艦バチコーン特殊召喚して効果発動。イクラとシュラウオですね。はい、今お客様にご提供できるネタは、あ、イクラも来た、なるほど。で、ナンバーズ以外の同じランクのエクシーズモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。さあ、ボディーガードをバッコリと出していくぞ。よし、いいぞ。寿司どこ行ったんだよ。寿司どこ行ったんだよっていうね。はい。ちなみにあの、勇者トークンは、勇者トークンがバイトで、グリフォンライダーはバイトリーダーです。はい。バイト、右側バイト、で真ん中バイトリーダー、で、あの左上のやつが用心棒、あの、ボディーガード。はい。店のね、真相回転した店の。まだちょっと店回転できないけど、寿司どころ。軍艦、あの、じゃ軍艦どころ回線がって言わないから言うても向こうに、あー強っ、オッケー、向こうが2個あるのはさすがにこれちょっとグリフォンライダーで向こうしましょう。バイトリーダーちょっとあのバイトの終わりの時間なんで買いまーす。バイト終わりの時間で買いまーす。お疲れしゃー、お疲れしゃって帰って、でですね、未来竜王とかいうボディーガードに任せておけば、あー、サラマングレイトね。サラマングレイターですね、なるほど。サラマングレイトは、割とモンスター効果バンバン使ってくるタイプなんで、まあ、どっかで未来竜王の効果ぶち込めば、割と止まってくれんじゃねえかなと思うんだけども、サイバネットマイニングね、オッケーでしょう。で、マイニングしてる。はい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 。いや、相手結構多分未来竜王重いと思うんだよな、これ。コーダーね。はいはい、なるほど。そっちも入ってるタイプの、サラマングレイト、まあ、普通入ってるか、はい、あでレディーデバッカー召喚、効果発動はパクるぞ、何効果を発動しないだと。これ未来竜王ケアしてたな、これ未来竜王ケアでこれ効果発動しないパターンだ、これ未来竜王ってね、効果無効にしたパクるからね、フィールドのモンスターだとかなりやばいんだよね、これもだから効果発動してパクるよ、あ、しないん、これ未来竜王一生ケアしてんだけど、いや、レディーディバッカーパクれたら、あいつレベル4だから、エクシーズ召喚できましたけどね。なんか、レディーディバッカー寿司できましたけどね。デバッカー寿司。インブラとか、まあ、それもパクるぞ。あ、こいつあれか、リンク先に出すですか。マイクロコーダー効果いいだろう。マイクロコーダーは別にいいか。いや、別に、コンクリート持ってこられても、今そんな困んないから別にいいんじゃない、で、あー、はい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 。ガゼルは出てきてからパックればいいか。でさ、これさ、冷静に考えたけどさ、これ未来竜王なんかボディーガードっていうか、なんか相手の
モンスターなんかパクってるから、なんかどっちかっていうとなんかキャッチに近いね。なんか駅前でティッシュ配ってなんか客引きに近いねこれは。あ、客を強引に店に入れるっていう。ぼったくりバーのキャッチに近いこれやってることは。で、ガゼル特殊化成功時の子が僕から破棄してるわ。相手全然動けてないじゃんこれ。ボディーガード強すぎて草。一応あれですね、これレコードとかヒートショット出ますけど、まあ、結局ダッシュはあんま見ないんですよね。一回ちょっと気まぐれ軍艦握り発動して、手札からシャリ見せると好きなやつ持ってこれる。何握ろっかな。まあでもこれさすがにウニか、ウニが一番ちょっとあれだな、お客様に提供した白魚をさっき提供して、いくら提供したから、これウニ提供してないからウニ持ってくるでしょ。そう、これ結構ね高級寿司店なんでね、ウニとイクラと白魚のね3個のネタでやらしまってます。はい、今3個の3つ3種類ののみのネタでやらしまってます。あー、来た来ました、軍艦どころ回線来た、これ回転準備完了、回転準備完了来た。これねどっか行こうかな、ちょっととりあえず伏せカード戻すか、コンフリクトとかいうゲロヤバカードを1回戻したいんだけど、 なんかそれあーわかんねえ、コンフィスじゃないかもしれないな。ちょっとシャリ補充しよう。で、ゴミ箱に捨てたシャリをもう一回まな板の上に戻すとかいうバイトテロ。バイトテロ発動。で、から運命の試し効果。バイトリーダー出勤。バイトリーダー出勤。リターンオブバイトリーダー。これ興奮してるかな、クソ間違えたか、もうバウンスする方やるじゃないか、バイトリーダークビになりました、バイトリーダークビ確定。クソ、バイトリーダー、俺たちのバイトリーダーが絶対に許さん。寿司どころ回転オープン、真相回転。まずは一旦シャリの軍艦からいきますか、シャリの軍艦というか赤シャリの軍艦ね、赤シャリの軍艦で、赤シャリの軍艦見せまして、これ米かなり今回仕入れてるんで、めちゃくちゃいっぱいあるんですよね、米からの白魚、特殊からの白魚を握っていく。お客様すいません、こちら3種類のネタでやらしまってるんでね、ネタかぶります。はい、白魚型特務艦をバチコーン特殊召喚で、効果発動チェーン1、チェーン2効果発動で、ここはまあ、ご飯ですかね、はい。で、シャリを補充しまして、はい。で、気まぐれ軍艦握りも持ってくると。まあ、気まぐれというか、まあ、確定しますけどね、何が握りたいか、こうシャリがあるんで。で、ウニの軍艦の効果発動、シャリの軍艦を相手に見せつけることによって、ウニをお客様に提供し、そして、もちろん、米も出せる。はいはい。で、ウニ効果発動して、米をレベル5にする。強これ、やってること強、全然ハンド変ねえんだけど。レベル5のモンスターみたいでオーバーリー。エクシーズ召喚。お客様、これが当店の本日おすすめメニュー。いけ超ド級軍艦、ウニ型2番艦、お待たせいたしました。こうだぞ。さあ、カードを1枚ドローしながら相手の効果も無効にするぞ。はい、OK。そしてウニ型2番艦の効果を発動するぜ。相手のフィールドの、効果を無効にしていく。まんま関係ないけどこれ。で、シャリの軍艦を召喚、イクラの軍艦特殊召喚、ヘイお待ち。全部揃った。見てくれ、全部揃った、まあ、これは外れてもいいや、別にこれは外れてもいい。あ、オッケーオッケー、全然いい。そして、シャリの軍艦に、イクラの軍艦を、オーバーレイ、エクシーズ召喚、ヘイお待ち、ド級軍艦、イクラ型、一番艦。あ、やべ、ゴキブリ購入した。ちょっとこれ、あ、待って、これ縦にしない。縦。バトルフェイス。ゴー。
さあ、イクラ型1番カウンの攻撃で戦闘ダメージを与えると、イクラ型1番カウンの効果によりフィールドのカードを破壊できる。ちなみにこいつは2回攻撃することができるぜ。あー、ベールでいいだろ、ベールで耐えるね。はい、まあもう関係ないね。で、バイトでぶん殴って、で、イクラでもう一回ぶん殴って、へい、お待ちお客様お会計、ご来店ありがとうございました。やばい、なんかこれで強くないか、やってること基本弱いけど、あの想像してるよりは500万倍ぐらい強いっていうことは聞いておくわ。みんなの、みんなが想像してるよりも500万倍ぐらいは強い多分。なんかネタデッキだと思ってバカにしてるでしょみんな。なんかね、ネタデッキの中では相当強いからこのデッキ、かなり強欲で動揺感ズボいいだろう。かなりね、能力値的には高いですねポテンシャルはあるかなり、あの勇者があるから一応高校からでもなんか一応妨害踏んではいけんだよね。うん、割とねそういうところも優秀だし、まああと、まあ、ウニさえ出せればダイレクトからのアーゼウスができるんで結構ね。なんでまあそこも意外と優秀だったりする。バロネス石章暗転、うわーきちー。フロートスは別にいいや、出てきても闇あんまいねえから。あーオッケー、いやー言うて強いですねこれ。なるほどね、暗転バロネス石章を超えていかなければいけないと。まあお客様結構こわもてですけども、まあちょっと九重の計算打ちまして、九重決打って、で九重決からのシャリ持ってくるスタイルですね。でシャリ落としたらこれ赤シャリ持ってこれるんですよこれ意味わかんないよね、これ結構意味わかんないんだけど、このデッキの中に何、シャリの軍艦として入ってるから、赤シャリがそのルール効果としてデッキの中でもシャリの軍艦として扱ってるから、でこういうこと起きるんですよね。そのシャリの軍艦を落とすと赤シャリ持ってくれるっていう。ウニ通してくんねえかな、これワンチャンウニ通してくれたらダイレクトできるんですよ。ダイレクトできるから多分効果止めざるを得ないんだよな相手。まあ、一回これウニで踏みに行くわ、ウニで踏みに行くあ、そうそこにバロネスマジか、お前赤シャリの強さ知ってるな。さでは赤シャリは結構ね割と止められると結構きつい。なるほど、これ勇者で踏みに行くしかないですよね。これどうしたらいいのかな、これなんかバグスカとかでなんか人工にするしかないか。まああのあれですね、あそこの多分石章と暗転は多分この勇者キミックで踏みに行けるんで、やっぱね結局ね勇者はないと多分無理だと思う、さすがに。うん、あの妨害数超えていく手段がないから、あの寿司だけではさすがにね、割とね。ああ、そこで安定打ってるのでかっ、やったマジ、もう妨害ないじゃん、神来た。なんか知んないけどこれ超えられそう。なるほど。まあグリフォンライダーで出てくるし、ドラゴバック出てきたらめんどくさいからってことか。確かにな、ドラゴバックはかなりめんどくせえわ。で、結局この勇者ギミックとかいうカードなんか妨害踏んでくるから強いんだよな結局な。やっぱあのバイト優秀だわ、新入りのバイト。シャレの軍艦召喚するんだろ、で白いを特殊召喚するんだろ。これで何を出すかって話だな、ここから。いやでも何出したところでなんだよな、これ結局シャリ出したところであんまり意味がなくて、これゼウスで処理に行った方がいいんじゃね。これゼウス大将出していこうぜで白岡と特務官特殊召喚成功時効果、何らかのカードをドローし、何らかのカードを1枚手札に加える。白岡まあいいだろう。で回戦からの、まず真相オープンして軍艦どころ回戦を発動、真相回転でバトルフェイズ、バトルいけ、シラーが特務艦で相手のモンスターにアタック、うおお、シラウオを食したな、金払え金払えバカ誰が、やばい、でも60秒しかない。よし、これはどっち、こっちか、こっちやな、こっちでカードを1枚ドローしよう。でいくら型からの1枚
ドローする効果で、さらに、いやこれ使ってシャリの軍艦とかにしとく、赤シャリかなんかにしとくか、白はあるしな、まあ結局なんかシャリはないと次のターン展開できないから、こうしといて、で赤シャリですね、これはで1枚ドロー OK で、メンズエクシーズモンスターがバトルをしたため、大将が爆弾します。お客様お金払いなさーい金払え、いやもうルッタがいいよ、これこれ次のターン破壊されるからルッタがいいわ。でアーゼウス効果パラッてやって、で相手のバロネスをぶっ破していく。でこれでセットしてエンド、22秒しかない、やばいですわ、これ時間がないですわ。まあ妨害はないですね、あの破壊なくらいしか。あとはここでまあどうなるかなんだけども、えこれちょ全然双剣に詳しくないんだが、これ破壊なくらったら結構きついカードいっぱい落ちてるよこれ多分。うわーやばいやつ来た、やばいやつ来た、一緒だ、やばい、ちょ待って、あれは破壊なした方がいいよね、確実に。あれはバウンスタイルから破壊なした方がいい、さすがに。で剣装、いや無理、さすがに、ちょ待って。でいやもうこれここ打つしかないもんね、これ打つしかない。で墓穴の指名者からのビッシュだ除外すると、バウンスはされないから一応アーゼウスは残るけど、これ大丈夫かもうあと自由に動かれるぞ、ちょ耐えろ。はい、何これ、あーだら除外されている、あー回避すんのか、あまあでもそれは別にいいか、それは別にいいや、それはなんだっけ、墓穴してるからあんまり関係ない、墓穴してるからあんまり関係なくて、回収されても特殊召喚もできなければ、えどういうこと、その向こうじゃない、あこれ向こうだよね、これ向こうがしてるの俺、あだよね、びっくりした、びっくり、やぶ、危ねえな、びっくりした。でアシュナ効果、うわまだ展開できんの、いや転移とかいうさあモンスターたちで展開力えぐいって、やばいビッシュだ、うわこれ何すんの、これまだいんの、でも召喚剣使ってないもんね、まだあのハンド3枚なんだろうね、誘発とかなんかな、全然出してこないけど、あ転移の流線尿、なるほど流線尿効果、ハンド1枚切って、あゴードンか、なるほど、はい腐ってたのね。で流線尿効果、あタイヤ、なるほど、いやでもこれこいつ使っちゃうとエクストラデッキから出てきたモンスターの転移しか発動できなくなるんですよね、転移の流線によって。エクストラデッキから出てきたモンスターは転移しか出さないという話になり、まあ一応シンクロはできるのか。これ3000超えれるモンスターってなんかいたっけ、8でなんか転移の流鬼神とかもあれ3000でしたよね、打点なんか意外と耐えてるんじゃね、これこれ耐えてる説。ここで重複、いやこれ効果発動できない、これは転移じゃないから、これ重複は効果発動できない、タイヤは発動できるわ別に、エクストラから出てきたモンスターじゃないから。いや流線によって意外となんか強そうで弱いんですよね、だからなんかその先行で使う分にはまあいいですけどね、展開できるんで、まあ、高校とかから使っても転移しか発動できないからあんまり意味がなくて、これ意外と耐えてる説イズあるな。流送権限送るのは別にいいや、招福も効果発動できないわけね、これだから蘇生するみたいな効果も、なるほどドロー、アラメスヤの儀、バイト出勤来た、これでシャリ召喚するでしょ、で白魚の軍艦特殊召喚、こいつはシャリの軍艦、オアシャリの軍艦をエクシスターにしているモンスターがいる場合特殊召喚、そしてこれは、ああこれボディーガード出せんのか、ボディーガード出しに行くわ多分強いだろボディーガード、これでガガガガマジシャン来た、でガガガガマジシャンの効果を発動しオーバーレイユニットを使うと
墓地に存在するエクシーズモンスターを蘇生するとかいう未来竜王を垂れてください効果。未来竜王のお膳立てねこれ。はい。大将ね。ボディーガード先生、まあ、ボディーガードっていうかキャッチなんだよなこれでも実質やってること。キャッチのおじさんお願いします。お仕事の時間でーす。さあ、しっかりと未来竜王ホープとかいう、キャッチを出して、はい。さあ、お前もうちの店で働かないか。さあ、アラマシアの魚発を。さあ、バイトが出勤して、やばい、もう残り30秒しかない。立て、バトルフェーズ入る。行こう。どっからでもいいな。こっからで行こう。で、なんだっけ、これ、何効果これ。天の流線によ。他モンスター以外の自分の表か表示モンスターは戦闘側攻撃宣言時アディフィードのカードを1枚対象にしてそのカードを破壊する。あ、パクります。お前もうちの店で働かないか。スカウトですねこれ。はい。スカウト、やり手のスカウト、リクルート完了。やばい、時間ない。オッケー、寿司一個もねえけど。盤面に寿司一個もねえけど。エンド。オッケー。よし、スカウトに成功したぞ。これはでかい。これ、この店何の店だよ。寿司どこ行ったんだよ。はい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 。なるほど。まあ、アラメシア来てる分だけいいか。一応まあ、妨害をね、踏み抜いていく力はあるんでね。なんかワンチャン空いてる妨害、勇者ギミック発動するだけで全部崩壊するみたいなのがあるわ。創造の代行者、ピーナス。なるほど。あかんかもしれんな。ピーナス書道はあかんかもしれんぞ。これやばいんじゃねえか。いや、これね、いや、これやばくて、これはですね、ユニオンキャリア、いや代行者って本当にさ、なんだろう、このヴィーナス止められなかったら世界終わると言われてるんですけども、これどういうタイプの代行者なんですか。代行者にもいろいろ種類はあるんですけども、いい、うわー、これかなりやばいかな。これまあ、これ今装備する時点でもうやばいっていうことだけ言えるわ。何するマンなんだろう、これ。ここで、なんだろう、これ、セレスティアナイトロードパーシャルかな。あー、ロードパーシアスね、オッケー。ロードパーシアスくん来ました。で、ロードパーシアスくんは天空の聖域ガールと手札を1枚捨てることによってデッキから天移植を持って、これクリスティア立ててくんのかな。これサンダーボルトめっちゃ効きそう。これサンボルかなり強い説ある。アルカナフォースだと、マジ。いや、それはマジ。やばい、こいつ時飛ばそうとしてね。お前時飛ばそうとしてるだろ。いや、でも言うて、これコイン表が出なければいい。いや、これ結構2分の1だよ。ふざけんな。ふざけんな。まあ、素手表出してんじゃねえ。採用たくまじゃねえか。ふざけんな、クソゲーじゃねえかよ、マジで。クソゲーやって、いや、書いてることおかしいって。ハードの効果によりターンがスキップされます。うるせえわ。こいつあかんって。いや、皆さん、アルカナフォースっていうデッキどうして強化が来ないか知ってますか。こいつがいるからなんですよ。こいつがいるから絶対強化来ないんですよ、これ。こんなもん、こんなデッキ強化したらあかんやろこれ。皆さん、アルカナフォース21の存在は、僕は絶対にあかんと思うんですが、どう思います。